さんこんばんは。こんばんは。2017年10月の何日ですか？12日です。第34回介護ラジオでございます。4回目。はい、もう10月12日なのでちょっと秋らしい格好をしてみたのですが、今日はですね、東京は30度でした。30度。暑かったです。はい、真夏日ですね。エアコン回してみたけどね。朝は回してみた。昼間に。事務所の？事務所の。あ、事務所の。僕は汗かきだから、もう暑くてしょうがないから自分の小型扇風機とか回してたけど、もう上司とかが耐えられない。つける。うん、お願いします。うん、で、エアコン回したぐらいの暑さでした。ですね。10月にこの暑さというのはね、なかなか。うんうん、なのに明日は17度ぐらいまで下がるらしいですので、じゃあストーブかね、ストーブかな、ストーブかな、17度、うん、なんでね、本当に2枚着用しない、はい、皆さんご自愛くださいということです。まあね、秋ということで、うん、いろんな秋がありますね。そうですね、はい、はい、秋といえば椎野さん、何ですか？はい、スポーツの秋。スポーツの秋ですね。そうですね。はい、去年、先月私お休みしたんですけど、はい、はい、先月の三光学園で、うん、三光学園都市首都圏フェスティバルっていうのがありまして、うん、首都圏フェスティバル、はい、三光学園の首都圏にある専門学校全部の学生が集まって、うん、日本武道館でイベントをやるんですよ。何人ぐらい集まるんですか？7000人集まります。すごい。7000人、はい、会場はすごい広いところなんですね。はい、会場日本武道館って今言ったじゃん。日本武道館はい、大運動会をしました。いいですね、大運動会、はい、すごいですね、はい、どんな感じになるんだろうね、7000人の運動会。いろんな競技があって、うん、陸上記録会みたいっていうよりはもう大きなボールを転がすとか、7000人で、そう、楽しそうだな、7000人ではなく、あのね、大きな野球場とかみたいな感じでこうスタンドにいっぱい応援者がいて、応援席でこうみんなで同じ応援とかするので、本当に会場が揺れたりとかもしますし、そのためにフェスティバルの1週間前から準備をして、うん、応援練習とか、うん、こうスタンドにいながらこう色変えて、うん、スタンドパフォーマンスとかもするんですよね。三光学園はそういう風に積み重ねて最後にイベントやって、うん、最終的にもう感動みたいなこう積み重ねのイベントっていうのを大事にしてるんですよ。なのですごい、みんな7000人の感動ってすごいだろう。そうです、もうみんな泣きますよ、終わりにはね、はい、うん、で5色対抗で、5色対抗、そうです、色赤、青、黄色、黒、緑、紫で5色対抗でやってます、うん、なるほど、はい、とても楽しいイベントでした。椎野さんは出なかったんですか？何か私は応援に徹する、先生は応援に徹するっていうので、黒子として、はい、黒子として、あ、はい、そうかそうか、黒子ね、はい。何いいえ、平さんの秋はどんな秋なんですか？これ食欲の秋ですかね。食欲の秋です、はい、まあ美味しいラーメンを食べに行くとか、うん、美味しい定食屋さんをネットで見て食べに行くとか、うん、最近は美味しいうどん屋さんがあるっていうのがネットであったので、うん、ちょっと食べに行きましたよ。どちらまで？ね、大宮の方、うん、大宮からバスに乗って三橋何丁目だかに降りると武蔵野うどんの美味しいお店があって、でそこでちょっと並ぶぐらい、ちょっと有名のちょっとした有名なお店らしいんですけど、うん、そこで腰の強い武蔵野うどんをね食べました。そうですか。うん、かなり歯にきますよね。歯にくるんですか？か、まあ、で腰が強いから、腰が強いから歯にくるんです。歯にくるね、噛み応えがあるっていうか、うんうん、顎とか筋肉じゃなくて歯にくるんだ。歯にもくるんだ。顎にも来たけど。相当腰が強い。すげえ腰強かった。うん。で、うん、美味しかったなぁと思って、また来ようかなと思ってパンフレットをもらってね、うん、帰ってきましたよ。ちょっと遠いんですけどね、大宮まで行かなきゃなんないし。うん。うん、まあ、どうせ鉄道博物館に行く都合とかもあるからさ、うん、ついでにまあ、その前にちょっとうどん食べ行って、で、大宮から鉄道博物館に行ってみたいなことをこの間やりました。そうですか。
食欲の秋ですね。食欲の秋ですか。ちょっと太っちゃいますよね、そうすると。そうです、うんうん、でも割と食欲なんじゃない、食欲の四季な感じじゃないですか。食欲の四季、うん、四季、うん、オールシーズンな四季ではない。えそんなに四季ではない。なんか肉もりもりな丼食べてみたり、ね、それ昔の話でしょ。 ラーメン屋さんそれは店が閉まってしまったからでしょ。だってラーメン屋さん行ってみたり、割とね、うん、食べ歩きされてます ね、 ね、うん、なんか、うん、すごく美味しそうに見えると食べに行きたくなるんだよね、うんうんうん、食べ放題とか言われるとすっごいなんかあ食べ行きたいとか思う、うん、ません思います、はい。この間どこだっけな、寿司食べ放題、違う、マグロの寿司食べ放題とかっていうお店があったので、ほう、そこにこの間食べ行きました。だからやっぱ食欲なわけなんでね、うん、食べ行きましたよ。行きました、マグロ寿司食べ放題っつって、うんうん、桜木町なんですけどね、うんうん、そこで最初セットになってマグロの寿司とかマグロのなんだっけな鉄火丼とか出たりとかしてから、そのセットを食べた後にあと好きなものを食べてね、時間無制限でっていうようなお店があって、まあ、その10貫とかやったらすぐ出てきたりとかして食べてみたりとかしたんだけど、隣でなんか外国人が食べてたんだけど、うん、隣の外国人がもうすんごいなんかもう小食にめちゃんこ醤油を入れてタプンタプンにしながら醤油ご飯を食べてましたよ、うん、こんなんでしょっぱいんじゃないのかなとか思いながら何も話ができずにそのまま帰りましたけどね、はい、オチのある話ありがとうございました。古賀さんは何の秋ですか、うん、そうですね、私は八代秋かな。お酒はぬるめの感がいい、やめて。あ、すごいですね。魚はやめて。すごいですね。じゃあ次、秋竹城かな。秋竹城、秋竹城ってできないんでね、なんだっけな、こんなことしてたらいけないだっぺとかって言うのは、それ違うわけ。じゃあ高田信彦だっけ、うん、格闘家の人の嫁さんかな、は向井明、うん、向井明僕できないな。え、な、何の秋だったらできるんですか。何の秋、うん、だから食欲の秋。あ、食欲の秋ならできる。八代秋やれたでしょ。あ、やれました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、うん、ちょっとやめません。そうですね。八代秋とかやめません。古賀さんは何の秋ですか。あ、私はそうですね、私は読書の秋ですかね。やはり日が沈むのが早くなってね、うん、夜が長くなりましたので、うん、本を読んでおりますよ。どんな、いろいろな、いろいろな哲学とか。哲学も読むかな、あんまり読まないかな。あ、哲学は、はい、どんな本読むんですか。うん、いろんな。ハリーポッターとか。そうそうそう。おお、はい、シドニー・シェルダンとか読む。シドニー・シェルダンの古いね。よく知ってるね。お母さんが好きだった。僕が唯一一生懸命読んでる。あ、読んでた。読まない。今何読んでるんですか。村上春樹。あ、いいですね。まあ、では本編に行きたいと思います。通過されちゃったよ。意外とね、食欲の秋が時間を取りましたね。うん、そうですか。うん、まあいいと思います。まあ頑張っているんですけどね。はい、うん、いいと思います。はい、というわけでですね、今日はですね、もう介護のツボは後ろに回します。後ろに回します。はい、はい、本編からいきたいと思います。はい、ということで今回のテーマはですね、ホワイトボードに書くのを忘れてしまいましたが、はい、あ、2025年、そしてその先に向けてですね、どんなことが起きていくんでしょうかということを、うん、いいですよ。はい、掘り下げていきたいと思います。はい、よくですね、2025年問題と言われますけれども、はい、実際は2025年で世界が終わるわけではなく、はい、そこから先も続いていきます。未来にどうなっていくんでしょうか、うん、そんなところをデータを見ながら、その問題や可能性を考えていきたいと思っております、うん、はい、というわけでタイラーさん、はい、2025年問題というのはよく聞かれますけれども、聞かれ、最近よく聞かれますね。ですね。2025年問題って何でしょうか。2025年って団塊の世代と言われた方が、はい、まあ、介護がまあ必要と言われる、まあ、後期高齢者になるのが、うん、まあ、2025年、うん、で、だから、ご高齢の方がすごくすごく増える、で問題になる、うん、いろんな面において、社会的な面において問題になるのが2025年問題と全体的には言われている
そうですね、そうですね、やっぱり高齢者の方が増えるっていうことはその分社会保障のね、うん、費用が増えていくっていうこともあるし、うん、あとは働き手労働力人口っていうものが減っていくだろうっていうことですよね。その辺が問題だということなんですけれども、そもそも団塊の世代というのがどのような方々なのかということを考えていきたいと思います。はい、団塊の世代というのはですね、はい、第二次世界大戦が終わりました。終戦はいつですか。昭和21年なのかな。西暦でいうと1945年です。そうです、うん、1945年にですね戦争が終わりました。平和になりました、うん、その2年後ですね、1947年から1949年の3年間に大量に子供が生まれたわけですよ、うんうん、その人たちが、まあ、第一次ベビーブームって言われたりとか、うん、団塊の世代と言われる方々なわけですね。うちのお父さんも、うん、ね、このそうなんですね、本当世代です。うちもそう。あ、そう、うん、クラスが10クラスとか15クラスとかって、すごいですね。1クラスが何人だったかな、50人とか60人とか言っててなんかすし詰めだったっていう話をよく言いますよね、うん、その方々が日本が戦後の復興ですね、うん、高度成長期を支えてくださったわけです。そして日本は豊かになりました、うん、よかったよかったっていう話なんだけれども、うん、今どんどん子供が減ってってるわけですよね。あ、そうですね、はい、なのでこのボリューム層、ここの部分ですね、はい、団塊の世代の方々がどん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 高齢化していくので、うん、ちょうどそれがですね、はい、後期高齢者と言われる、はい、75歳以上になるときに、うん、はい、2025年、うん、本当はね、うん、でも1949年生まれの人が後期高齢者になるわけだから、うん、計算をすると2024年問題なんですね。4年問題、うん、はい、うん、あ、でもまあ2025年問題と世の中では言われております、うん、ということです。はい、なのでこういった方々が、はい、実際にですね、うん、介護が必要になってくる後期高齢者、うん、75歳以上になった時に、うん、世の中どうなってしまうんだろうか、どうなってしまうんだろうかって言いながらも、もうあと8年先、うん、うん、もうすぐなわけですよ、うん、じゃあなんでこんなに前期高齢者後期高齢者と言われていて、うんうん、後期高齢者になると問題なんですかというとですね、はい、このデータですね、はい、高齢者人口と要介護認定率といいまして、うん、やはり今元気な高齢者の方多いじゃないですか、うん、で結構その高齢者には何だろうな、レベルがあるというか、はい、それぞれ元気な方もいるし、うん、ね、ちょっと介護が必要なのかなっていう方もいらっしゃるわけで、うん、ただおおむね見てみると75歳を過ぎていくと認定率が上がっていって、うん、まあ、そしてそうですよね、うん、介護が必要にもなってくるってことなんですよ、うん、80歳から84歳を見てみると、うん、はい、パーセント見ると 26.9% っていうことなので、うんうん、4人に1人が、はい、何かしらの介護の認定を受けているということなんですよ、うん、はい、それがちょっと進んで85歳から89歳になると 45.9% なので半分だ。そうです、2人に1人が何かしら介護必要なのかなっていう状態に認定が降りてしまうよということなんですね、はい、介護が必要、何かしら介護が必要で認定を受けて介護サービスを使っている人が 45.9 なんですね、うん、なんです。確かにな、それは分かるような気がするな、うん、なのでこうやってどん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 社会保障費が増えていくからどうなっちゃうねんっていう話が2025年問題ということですね、うん、はい、はい、大体でもスタートするときって予想してなかったのかね、思いますよね、うん、それは思いますよね、うんうん、でも大体によってそういうこと多いですよね、うん、分かってるけれども、うんうん、最初風呂敷広げてしまって、うんうん、まずいぞっつってどん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 狭めていくっていう。ちょっと話が違うけど、消費税率が 10% になりますよって話があったと思うんだけど、うん、それにその 10% になった上がってその、財源を社会福祉に回すんだみたいなことをなんかすごく言われてて、本当に社会福祉回してくれるのかな、嬉しいななんて思ってたんだけど、うん、なんか違う風な話になってきてるような感じも否めないんだよね最近ね、うんうん、子供、まあ、子供の世代 の, その、
子ども世代にお金を振り分けるというのも重要なのかもしれないけれども、うん、社会福祉もすごく今こう言って補助費とかその高齢後期高齢者の人がどんどん増えてきたりとかしてるから、うん、こういうやっぱりね必要だと思うのはあるんだけれどもね、もうちょっとそこら辺のところも考えてほしいなって思うのが最近よく思いますね。うん、そうですね。うんうんま、そのもちろん子どもに対してとか若い世代に対しての保障、うん、社会保障も必要だし、はい、その高齢者に対してのも必要だし、はい、ただその先にあるその高齢者の介護とかをしている介護職員に対しても、うん、そっちもですよね、うんうん、介護職員はもうすごくもう上げる上げる渡す違うな財源を振り分けるって話がずっとずっと前から言われてて、うん、やっとそれで処遇改善加算っていうのが出てきてて、うんうん、いるってもっと上げるんだもっと上げないと大変になってくるんだ介護する人が必要になるんだよって言うんだけれども実際のところは何もなんか具体的になってないなってるのかもしれないけれどもこちら私たちが分かるようになっていないから少しなんかその辺のところも考えないといけないと思うんですけどね、うん、そうですね、はい、その通り、はいね、あくまでね今処遇改善加算で加算ですから ね、うん、いつそのはしごが外されるかもわからないですからね、うんうん、改善金というのが昔出てたからそれをもう一回復活してほしいですよね。処遇改善金って国から何パーセントいただけるみたいな、うんうん、なんかそんな施策があるといいのにそういう施策のあるような政党とかをすごくひいきしたくなるんだけど、うん、いろんな党がそんな話をするんだけれども、うん、全然実行とか実際のところがなって見えてきてないので、うん、どこまで信頼した方がいいのかな どの党に投票しようかなっていうふうに考える時の種に何もならなくて、うん、非常になんか次の選挙とかもどうしようかなと思いますよね。そうですね、ちょうどね、うん、選挙前のね、はい、いいタイミングですからね、うん、選挙前は言うんですよ、実際はないんですよいやすごいですよねそれがね、うんうん、そうでですね、まあ社会保障費がどんどん膨らんでいきますよってお話をしていたわけですけれども、うん、具体的にどれぐらいなのかなっていう推移を、はい、厚生労働省さんが出してますね。はい、どれぐらい増えるんですかっていうと、うん、はい、ちょうどですね今2017年ですけれども2015年で考えてみましょう、うん、はい、はい、そこからですね2025年、ここまでの10年間でどれだけ増えるのかなっていうとすごい量ですね、はい、うん、509兆円が610兆円約100兆円増えるわけです、うん、はい、でその中で見たときに、はい、年金は 1.1倍、うん、医療は 1.5倍、うん、介護にしてみると 2.4 倍増えるんじゃないかって言われてるわけですよ。もっと増えてもいいよな、うんうん、ただこれを見た時に介護増えすぎじゃねちょっと介護の抑えた方がいいんじゃねって世の中は見るんじゃないですか。もっと欲しいなっていうのはそれは僕たち現場でいるからなんじゃないかな、うん、介護が必要な方はそれなりにたくさんいらっしゃるわけだから、うん、やっぱり 2.4 倍増えてももっともっと足らないんじゃないのかなってやっぱり思うのは私たちだけなんですかね、うん、だから足らない足りるの話じゃなくって、それが適切に効率よく使われているかであったりとか、うん、あとは、ね、そこが本当に1割負担、うん、2割負担っていうのが適正なのかっていうところですよね、うんうん、ありますよね、うん、今度3割負担も出てくるますもんね。そうですよね、うん、来年から、ね、来年から3割負担というのが出てくるんですね、うん、ちょっとその辺を詳しく教えてください。うん、その辺を詳しくですか世帯じゃない、世帯じゃない、その方のその収入とかによって、うん、基準が、まあ、何百万円って基準があるんだけれども、うんうん、そこで1割負担2割負担という判別がついて、年収でいくらだったかな、ま、何百万円以上の人は、2割負担って言われてて、うん、で足立区でいうと全体の介護保険を使っている人の 20% ぐらいは2割負担だ、土地とか資産とか、アパートとか駐車場とか持ってるようなその方とかは、うん、に対しては少しもう少し、介護保険の負担を増やして
お金持ってるからお願いしますねということで、まあ、介護負担割合というのが1割2割っていうのになったんだけれども、うん、それよりその2割の中からさらにお金を持っている方を振り分けて3割負担というのが、うん、今度発生するんだという話が、流れてて、来年度には なるというふうな話が出てますよね。そうですよね。20%の中の何パーセントだから本当にごく一握りな感じの方なんだと思うんだけど、うんうんうん、3割負担とかになると結構な介護料金とかになりますよね。ですよね、うん、だって単純に1割が2割で2倍なんだから2倍、うんね、1回30分ヘルパーさんがおむつ交換に行ったらだいたい1割負担の方だと個人の自己負担が300円ぐらいですよね、うん、2割だと600円になりますからね、うん、3割だと900円、900円よく計算できました、うん、サザンが9、サザンが9そうなんですよ、だって1回900円ですよ、うんね、1日2回入ったら1日で1800円ですよって、すごい、うん、それによってね本当に必要なケアが我慢しなきゃいけなくなっちゃうこととかないのかな、うんうんうん、ありますよね、出てくると思いますよ、うんまあ、お金があるからどうこうってことじゃないですけどね、うんうん、ね、言いますね、そうですね、そんな2025年問題に対してのアプローチとしてですね、はい、まあ、地域包括ケアシステム、うん、それを構築しなさいと、うん、各自治体が地域包括ケアシステムって何でしたっけ、地域包括ケアシステムをね2025年までに構築してくださいよ平さんと言われてるわけですよ、構築してください平さん、はい、うん、で地域包括ケアシステムって何なんですか、ケアマネージャーの平さん、平さん、地域包括ケアシステムって住み慣れたうちの地域の、ま、あ出てきた出てきた、なんだ段階のね、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように一体となって提供されるシステム、防御介護福祉分割支援、うん、それぞれ全てにおいてなんですかね、はい、地域においてってことはじゃあもう小さい狭い範囲の中でってことですよね、うん、構築してください、そうですね、各自治体でね、うん、うん、そうですね、介護だけじゃなくてもう生活全体を、ね、地域として高齢者の方を支えることができるシステムを構築してくださいと、うん、構築する、うん、作らなきゃいけないんだ、そうです、うん、それに向けて医療と介護が連携してみたり、いろんなカフェとかサロンができてみたり、うんうん、認知症カフェ、そう認知症カフェとかね、うん、オレンジカフェ、そう、うん、オレンジカフェとかね、うん、だったりとか他にもね、まあ、ボランティアの方だったりとか、うん、そう、その、まあ、中心になるのは地域包括支援センターさんなんでしょうけれども、うんうん、包括さん、うん、そうですよ、うん、でもここにケアマネージャーも書いてありますよ、書いてありますね、うん、なんとなくね、なんとなくね、うん、ケアマネさんも、まあ、まあ大切は大切、まあ、一番はでも包括さんかな、包括さんが一番その地域においてはね、相談窓口だしね、うん、私たちもまあもちろんそうなんだけれども、うん、飛び込みに入ってきて相談ってありますからね、うん、ですね、うん、だから医療の方、そして、まあ、僕たち介護業界の人たち、うん、あとはそのボランティアの方々だったりとか、うん、そういう方々がうまく連携を取って、うんうんね、ちゃんと安心して在宅生活を高齢者の方が送れるようにしていけたらいいなっていうことなんですよね、うんうん、果たしてこれをあと8年で作ることができるんでしょうか、うん、まあオリンピックが終わってから頑張るかもしれないですね、なるほど、うん、オリンピックまでは浮かれていいんですね、浮かれてはダメです、あ、ダメなんですか、だって構築していかなきゃいけないわけだから、うん、構築はしていくんだと思うんだけど、うん、とりあえずまずはほら大きなイベントが終わってからなんじゃないのかなって、まあ、まあだんだん作っていくと思うんですけどね、なるほどね、うん、はい、ちなみに、はい、こんなですね地域包括ケアシステムのためのですねイメージもあるわけですよ、はい、はい、自助、互助、共助、公助、前やりましたね、よく聞きますね、はい、自分で助ける、互いが助ける、共に助ける、公的なものが助ける、そうですよね、うんうん、じゃあ今まではその介護保険だったりとか、うん、まあ、福祉の方で共助とか公助っていうものが大きく、うん、ね、あったけれども今後はそればっかりでやっていくと、うん、ね、先ほど言ってたように社会保障費が増えていったりとか、うん、ね、国も財政が圧迫しちゃうから、うん、今後は自助互助
増やしててくださいよと。次女長女、あ、こうやって、そうそうそう、公女か、次女長女、うんうんうん、はい、三女、はい、うん、やめよやめよ、うんうん、なんだっけ、五条、ね、何でしたっけ、次女公女ね、はい、そうです、はい、はい、じゃあ次女って何ですか。自ら助ける、そう、自ら助けてください、はい、自分のことは自分でするって書いてある、はい、そうですよ、自分のことは自分でする、うん、あ、難しいね、自分のことは自分でする、介護が必要な人が自分のことは自分でする、結構ヘルパーさんが来るとヘルパーさんに全部できてることもお願いしちゃったりとか逆にヘルパーさんもあ、そんなのやらないでいいですよ、私がやりますから的なこともあるかもしれないですよね。ああ、そうかそうか、うん、そうかそうか、うん、ヘルパーさんにはこれこれやってもらって自分でこれやりますからみたいな感じか、うん、あ、そうね、むしろ買い物行ってとかいう人ですよね、はい、じゃあ五条、互いが助ける、互いが助ける、ボランティアって書いてあるね、うんうんうん、から住民、なんだろう、住民の活動ですかね、うんうん、ボランティア、ね、ボランティアか、うん、あ、ボランティアって登録とかしてます？ボランティアとか登録とか、うん、ボランティアはしてないですね、うん、登録ね、僕もしてないんだけどさ、うん、あれ以前はしてたんじゃない？ボランティア、あの、あれ、あれはほら、あの、僕は好きでやってた、まあ、あれも半分ボランティアなんだけど、うん、そう、今活動してない ね、うん、僕もボランティアは寄付はするけどボランティアはしてないかな、うん、足立区にボランティアセンターってどこにあるか知ってます？どこにあるんですか？日の出町にあるんですよ。日の出町、じゃあ千住じゃないですか。その裏側にボランティアセンターってのがあって、そこで登録をするんですって、うんうんうん、学生も結構いますね、やってます。ああ、そうですか、うんうんうん、あの、まあ、もう亡くなったんだけど、うちの、あの祖母だって、あの、うん、お花ボランティアをやるがために登録しに行ったことありますよ、うん、まあ、実際にはね、うん、あのそこも話が結びつかなかったですけども、うんうん、お花ボランティアをやるんだっつって、へ、あ、まあ、ボランティアっていうか、まあ、先生はもうあれなので、あの先生として教えるのはお金取る風のあれではないので、もうそこまで来てない、なくなっちゃったから、うん、もうボランティアでも教えたいとかって話があったから、うん、じゃあ登録してきたらって言って話をして、うん、あの僕が登録しに行ったことはありますよ、うん、へえ、そうですか、うん、結びつかなかったですけどね、最終的には、うんうん、でもそういう気持ちと動いていくことが大切だとは思いますね。そしてですね、はい、こういったことで支えていこうとしているわけですけれども、うん、厚生労働省さんがですね、うん、発表した推計によりますと、うん、2025年には介護職員が253万人必要とされていると、うん、現在は何万人ぐらいいるのかな、どうなんですかね、うん、見込みとして2025年に供給できる介護職員の見込みとしては215万人、うん、ということは計算するとですね、うん、8年後に38万人の介護職員が不足するんだそうですよ、うん、学生ってどれぐらいあれなんですか。そうですね、一時期介護福祉士という国家資格ができて、はい、で学校ができるようになっては、うん、もういつも満員だった、満員だった、定員が60名とかだとしたら、私が入学したのは25年くらい前なんですけど、うんうんうん、25年くらい前、はい、そうするとその時は5倍とかでした、定員が5倍、へ、はい、入学するのとかが結構難しかったりとかした時期もあったんですが、うん、今はほとんどの学校が定員を満たしていないというような状況ですね。あれ定員あれなんだ、はい、高校生が少なくなっているっていうのもあるんですが、の学校の、はい、そうですね、うんうん、18歳人口とかが減ってるっていうのももちろんですし、うんうん、あとは介護を目指すって言った時に、はい、お家の人が頑張ってねって言ってくれるのと、うん、なんかもっと違うのないのって言って、学校にいろいろあるでしょって言ってくれるのと、両方あるみたいで、でこう家族とおばあちゃんと一緒に暮らしてたとかって言って、うん、やっぱり私が支えなきゃみたいな風な学生が入学してくれてますね。ただ学費がうちの学校は2年間でだいたい250万くらいかかります。これも割と普通の方の金額です。実習とかが結構
構あったりすると結構かかるのかな。そうですね、実習もそうですし、あとはあのいろいろな施設の設備があったりとか、やっぱり国家資格がある先生が必要というようなこととかで総合的にかかります。なるほど。そうするとその250万を奨学金で払ったりとか、あとは今あのそれだと意欲があると250万出したいってお家の人も出してくれるとかもあるんですが、あのちょっと迷ってるなとか250万難しいなっていう人に、施設の人たちとかと協力して奨学金を出してもらって卒業して資格を取ったら、そこの施設で5年とか3年とか1年とかを必ず働くっていう約束をしてっていう奨学金制度っていうのも今少しずつできてきたりします。辞めてく人すごく多いからね、それはいいかもしれない。なので出してくれて、そして働ける人もいるっていうのはすごく就職も決まってるような感じなので、そういうのが今いくつか入ってきてますね。うん、それはいいな。このままじゃあ椎野先生がどん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 教え子を増やしていって、2025年にこの介護職員の不足っていうのはどれぐらい解消できそうかなっていう、体感的にはどうですか？そうですね、綾瀬駅から徒歩3分、東京未来大学福祉保育専門学校介護福祉科では3月31日までまだまだ募集しておりますので、興味がある方はぜひオープンキャンパスにお越しください、ですねっていう宣伝を、そうです続けて満員になって、あのいっぱいいい人材を育てていきたいですね、学校見学には結構な方が来るけれども、実際はあんまりって感じなんですか？定員割れするぐらいだから。あ、学校見学もあのぼちぼちな感じですね。ぼちぼちなんだ。あ、はい、ただおかげさまでうちの学校は割と人気がある方の学校なので、徒歩3分ですからね、駅からね。ありがとうございます、あの人気がちょっと難しい学校とかはちょっと介護福祉科を作らないとか撤退する学校とかも増えてきてしまっているので、学校としては撤退した学校とかってあるのかもね。ただまあそれだけじゃ大変だから、まあ、AI だったりとかそういう、ね、技術革新だったり海外の、ね、方の力をお借りしてっていうようないろんなアプローチはしてるわけだけれども、まあ、現実問題として厳しいことが多いのかなというところはあるでしょうね。結局介護職の人が介護する人が足らないですよね。そうなんです、まあ、確かにな、介護する人は結構大変だもんね、あの仕事内容がかなり大変だもんね、衣食住の部分とかさ、あの精神的な部分とかさ、あの、はい、ね、あの汚い介助もしなきゃならないし、心のケアもしなきゃならないし、食事のケアもしなきゃならないしね、ありますよね、そうですね、でも本当に大変なの介護職員は大変だと思いますよ。大変なの、やりがいもありますけどね、そのどのお仕事も大変な部分があったりとか、きつい部分があったりとかするんですが、介護がこう先が見えないとか、あのゴールが見えない、あの介護の対象者の方どっちかっていうと加齢の伴う体の変化とともに低下をしていくので、それに逆らって何かぐんと良くなったとかっていうようなことが見えにくいために大変って思われたり、こういつまで続けたらいいんだろうっていうのがあって大変って思われがちなのが、逆に先が見えてるって感じかもしれないね。死に向かってのどう、その方が死に向かって尊厳を守って豊かに生活してもらえるかってことだから、ね、そこは分かるのまでにはあの最初から入職した時には分かんないですよ。そうですね、そうかもね。経験して関わっていって、だんだん衰えていくのを見て、間近で見ていって、でもできることとかみんなで考えて、それでもあのお看取りになってっていう時は、やっぱりそこら辺は考えると思います。そうですね、そんな分からないことがたくさんある平さん、綾瀬駅から徒歩3分の学校にぜひどうぞ。ぜひどうぞ。はい、入学お待ちしております。入学するんですか私。ああ、それいいかもしれないですね。そうすると学校で一から学んで現場に行けますからね。学ぶ。さあここでですね、あの三田さんがはい、やっとおいでくださいました。おいでくださいました。はい。今日はちょっと仕事の関係で遅くなってしまったそうで、皆さんが滑り倒してるのを止めてくれる人が来ましたよ。滑り倒してる。じゃあ招き入れましょう。はい。
はい、ありがとうございます。すいません、どっちか、これこっちか、はい、はい、すいません、はい、いやいやいや、お疲れ様でしたね。お疲れ様です。すいません、なんか遅くなってしまって。いえ、とんでもないです。ちょっとなかなか本番に間に合わないっていうのも面白いですね。いや本当に申し訳ない、なんだか、はい、アクシデント、はい、びっくりしてます。ということで話を進めていきます、はい、ところで三田さん、毎年ですね、はい、9月の敬老の日に合わせて、はい、100歳以上の方の、はいはい、日本人の人口が発表されております。、うん、はい、ちなみに今年はですね、何人だったかというとですね、はい、はい、67,824人、うん、こんなにいらっしゃるそうですよ。はいはい、すごいですね、うん、そしてですね、先ほどからずっとお話ししている2025年にどれぐらいの方がですね100歳を迎えるんでしょうかというと、将来人口推計によりますと、うん、133,000人ですね。13万3000人、ちょうど8年で倍ぐらいになると。すごい、倍になっちゃう。倍ですよ、倍になっちゃう。さらに2050年には53万2千人ですから、さらに倍、うん、もう100歳がいっぱいです。はい、100歳、ちなみにですね、はい、私の祖母も今現在97歳です。おお、まあ、施設入所されてしてますけども、うん、まだまだ元気で。歩いてるんですか？いや、歩いてはいないんだけど、うん、やっぱり施設に入って、うん、いろんな方とね、はい、接したりだとか、するようになって、うん、なんかすごくなんか楽しそうだって、ね、私の両親が言ってましたね。まあ、近いうちに会いに行きたいななんて思ってるんですけど、うんうん、早く会いに行った方がいいね。いや、それがね、結構ね、全然、うん、元気。皆さんが今おっしゃっていただいたように、やっぱ祖母なんですよ。はい、そうですね。やはりですね、100歳の方の現在の 67,824人いらっしゃる中の、うんうん、そのうちの8割から9割は女性なんですよ。やっぱ女性強いですよね。ね、女性の方が長生きなのかな。戦争を頑張って生きたから長生きなんですよ、うん、男性は戦争にこう行って、はい、ちなみにですね、2020年3年後には、日本の女性の2人に1人は50歳以上になるそうです。ってことは右見ても左見て も女性が台頭してくるということだって、ね、50歳以上ですよ、2人に1人が、はい、三田さんどうしますか。どうしよう、俺モテちゃいますかね。モテちゃいます、もしかして。でも割と熟女好きですもんね。いや、そういうこと。あー、いろいろ問題内緒だった、あ、いや、いいんですけどね、いや、好きじゃなくてもいいですけど、いや、好きですけど、いや、ほら人ね、何、いろいろありますよ。いい、困るんです。困るよね。困っちゃう、なんて言っていいか分からなくなっちゃう。本当に、はい、そうですね、もう本当に超高齢化社会と言われている日本です。はい、はい、現在の高齢化率何パーセントかご存知ですか、平さん。平成28年のデータをですね、見ましたら、はい、27.3% 出てました。うん、あ、本当ですか。本当です。厚生労働省のやつを見ました。ちょっとチェックしてみました。 27.3% ってことは何人に1人が65歳以上なんでしょうか。何人に1人なんでしょうね。大体4人に1人ぐらい。4人に1人ぐらいか。そうですね、大体大体だよ、大体。ってことはこうやって4人で並んでると、そのうちの1人は65歳、うん、以上だよってことですね。いやいや、俺かなって、一番俺が年上なんだけど。あ、そうなんですね。ですね、まあ、足立区ではですね 26.7% だそうでして、うん、はい、でこのですね、日本で高齢者の方が一番増えていくのが2042年なんだそうです。2042年、うん、なので2025年問題なんて言ってますけれども、うん、65歳以上の高齢者の方が増えていくのは2042年、もう何年先、うん、何年先だろうね。25年ぐらいかな。25年ぐらい先、25年経ったらいくつになる。俺ね、66、あ、俺もだ、俺も該当になっちゃう、66歳。そう、ちょうど平さんが高齢者になる頃に日本は一番高齢者がピーク、増えると。ただ先ほどから話しているように、介護が必要になってくるのは後期高齢者なわけだから、2042年以降もまだまだですね、介護が必要な方が増え続け、社会保障費は増え続け、介護職員足らない、うん、でもやっぱそうなってくると、もしかしたらね、喋ったかもしれないですけど、65歳でも元気な方っていうのはもっともっとね、働く場をこう積極的に求めていかなきゃいけないかもしれないですね。そうです、本当にその通りで、これから誰も見たことがない未来がやってくるわけですよ。そこに向けてどうやっていくのか、
ね、国も自治体もですけれども、うん、本当に自助じゃないけど、うん、自分自身もね今からどうしていったらいいんだろうかっていうのを試行錯誤していかなくてはいけないわけですよ、うん、その共助の部分っていうのも、うん、やっぱりその地域の中で考えたりとか、うん、地域の中でお互いがどう生きていくかっていうのを、うん、やっぱりみんなで考えていくっていうことがやっぱり必要なんですよね、うんうん、そうですね、なかなかね、うん、制度的なものっていうのは限界があるし、うん、財政の問題もありますんでね、うん、やっぱりこれから自分たちと地域でどう生きていくか、うん、どういうふうに、うん、つながっていくかっていうのはやっぱり大事なのかなと思います ね、 本当にいろんなことを試していって、うん、トライアンドエラーをしてそして新しい考え方でアプローチをしていかなきゃいけないのかなという、うん、もう時代が来ているわけですよ、うん、そうですね、今まで例えば老後はどこで暮らしたいですか、施設ですか、それともお家ですか、うん、なんて話があったけれども、うん、今後は老後どういう働き方をしたいですか、うん、老後はどんな風に社会貢献をしていきたいですか、あでもそうですよね、そんな質問いやそんな、うん、なるべきだと思いますよね、うん、しなくてはいけなくなるのかなと思いますね、うん、平さんは老後というか65歳、その2042年頃ですよ、はい、何してるかな、うん、でも仕事をしなくてはいけないかもしれないです、うん、もう75歳まで年金おりませんみたいな、うんうん、じゃあ仕事してるかな、何してますか、パソコン売ってるかな、パソコンケアマネージャーやってるかな、どうだろうね、どうだろうね、うんうん、何してるだろう老後、何してるかな、ケアマネやってるんじゃない、多分やってるんでしょうね、うん、ずっと多分一人なんだろうでそれ一人ケアマネっていうことなのか独身っていうこと、うんうん、独身独身感じでいくのかな、でもそれは分からないでしょ、これからの出会いっていうのがね、ほらまだまだ実りあるものかもしれない、実りあるものかもしれない、うんね、でも実らないかもしれない、実らないかもしれないし、女性が増えてあそうだよ、そうどんどん女性が増えて、そうそう女性が増えて、右見ても左見てもね、女性2人に1人になる、右見て左見ても炙られてるのは炙るかもしれないしね、できない人はできないからね、身も蓋もない話です、まあ、あとはですね、考え方を変えてですね、元気な高齢者の方増えてますから、うん、こうやってねピラミッドがどんどん上の方が大きくなって、うん、下の方がですね、うん、小さくなっていくわけだから、うん、発想をですね逆転して、うん、はい、元気な高齢者が数少ない若者を支えていく社会を作っていくとかですね、うん、でもまだまだ、うん、元気な人がいるし、いるじゃないですか、うん、65歳って言っても、うん、まだ65歳には見えないですとか、うん、まだまだ全然働けますねって方たくさんいらっしゃるんで、うん、今までの考え方が60歳、うん、65歳になったら定年で年金もらってっていうような考え方あったけども、うん、これからそうじゃなくて、うん、まだまだ働かなきゃいけないんだっていうふうに考え方がシフトしていけば、うん、まあ65歳の人もまだまだお家でのんびりするって感じにはならなくなるかもしれないですよ、ね、定年とかの年代変わるかもいいんだよね、いやいやもう変わる、ね、変わる、70歳75歳まで定年とか、うんうん、高齢者の定義も65歳以上じゃなくてもうちょっと上げましょう、そうですね、ね、なるでしょうね、大きい高齢者90歳とかなるかもしれないですよね、かもしれないですね、たまにいいこと言うね嬉しそう嬉しそうだ、ね、ありますよね、う、うん、ちょうどねこの間ニュースを見ていたらですね、はい、97歳の男性が、はい、緑色の金魚繁殖させることに成功しました、緑色の金魚、緑色の金魚っつうのは、はい、金魚緑にするの、うん、緑魚ですよね、そのまんまだよそれデメキンみたいな、まあさまざまなツッコミはありますけども、はい、この方はですね50歳の時に趣味で金魚を飼い始めて、うん、ちょっと緑色の金魚を作ってみるかねと思ったんですよ、なんでそこにないから、あ、うん、とりあえず緑作ってみよう、黒とか青とかじゃなくて緑にしたんだ、だって黒はいるじゃん、うん、あ黒いるか、うん、黒はいる、黒いるか、それで、まあ、でも趣味でだよ、趣味で金魚飼った時に緑をちょっと作ってみようかなと思った時に、そういえば青の絵の具と黄色の絵の具を混ぜてみると緑になるねって思って黄色い金魚をまず作ったんです、黄色い金魚、はい、そして青い金魚を作ったんです、品種改良で、うん、それはその方 の、 発明とか品種改良した金魚さんとして本当にいらっしゃるんですよ、うん、で金魚さんがいらっしゃる、そう、うん、そしてそれを合体させて
緑の金魚をこの度作りましたっていう話が出ていて、ただねまだちょっとその緑の金魚の子供とか孫が緑になるにはちょっと安定してなくて、あと 2,3 年はかかるかねなんて話をしていて、すごいね、うん、だこの話って別に緑の金魚作れてよかったねって話ではなくって、それだけじゃなくって50代に夢見たことをまた40年50年かけて叶えていけることが、追いかけることができるんだよねっていうのがこれからの、ね、人生の生き方を示しているのかなって思ったんですよ。でもやっぱりそうやって夢を追いかけたりだとか、うん、自分のやりたいことを突き詰めていくことができるだけの、その健康な体だったりとか生活だったりだとかっていうのをこうやっぱり実践してるわけじゃないですか、うん、そうですよね、だからやっぱり何かしらやっぱり目的を持っていかないと、うんうん、やっぱりこう健康な体とか健全に生きるっていうのはなかなか難しくなってきちゃうのかな。そうですね、だすごいですよね、50代でそれをちょっと緑の金魚作ってみる、いいんです、そういうふうに思えるところがすごいです、だから例えば20代30代で夢破れたとしても、うん、今違うなって思ったとしても、うん、いやこれでいかんと思って40、50で復帰して、そこからもまだそれだけの時間というスパンがあるわけだから、うん、また新しいことに挑んでもいいんじゃないでしょうか、三田さん。そうですねということなんです、はい、ということで、はい、ここからはですね、三田さんの夢を聞いていきたいと思います。いきなりで三田さんとしてはだってこれから本当に40年生きれるとしたら、まあもちろんね体の部分が無理効かなくはなってくるかもしれないけど、それにを補うだけの経験や知恵や知識というものが出てくるわけじゃないですか。もちろんね働かなきゃいけないっていう時間的な制約とかも出てくるけれども、でもそれでも追いかけたい夢だったりとか、ちょっとしたことの蓄積で夢を叶えていくことができるとして、あと40年50年かけてどんな夢を叶えていくのかな。そうですね、具体的にね、うん、ここでなかなかお話しすることは難しいかと思いますけども、うんうんうん、やっぱり何かしら具体化していきたいなっていうことは多少なりともやっぱりあります、うんうん、ただそれが今小川さんが言ったように、まあ、いつになるのかは分かりませんけど、うん、40年50年ね、かけて、紡いでいくものなのか、うんうん、それとも途中途中少しずつ紡いでいくものなのかっていうのはちょっと分かりませんけど、うんうん、でもちょっとずつでもそういった部分がね、なんか前に進んでいけたらいいなっていうのはちょっと思いますね。ぼやーんとした話ですけどね、うん、夢あるんだね、はい、うん、今日この話を私学生にしてみたんですよ、はい、緑の金魚の話を人生に一回退職をしたとしても、うん、その後にまだに、うん、平均年齢平均寿命と考えたら、うん、まだまだいろいろできることがあるんだけどっていう話をしたら、うんうん、その話をする前に退職した後はどうしようって言ったら、みんなのんびりしたいって言ってて、ほとんどがで、うち一人だけ50代の学生がいるんですけど、うん、その学生だけすごくいろいろ具体的に立ててて、うん、それ以外の学生はのんびりとか田舎でゆっくりとかって言ってたんですけど、うんうんうん、その一徳だよねそれはね。そうです、うん、ただ30年40年ゆっくりするのって言ったら確かにって言って、うん、3日ぐらいしかゆっくりできないよね、うん、そうすると一人の学生が、うん、ああそっかって言って、だからここの学校に来てちょっと夢が破れて学校に来たんだけど、うん、こう舞台とかに出てみたいっていうので、うん、そのお年寄りの役とかやって、うん、ミュージカルとかその舞台とかで役を作ってやってみたいっていうのを、うん、その後に言い換えてた学生がいて、うん、なんかちょっと、うん、ああなんかいい話ができたなって思いました、うん、でも確かに一般的に考えると、うん、ある程度の年になったらどうするってなったらやっぱりゆっくりするでしょうっていうのが今までのイメージなのかな、うんうん、それが今までの働き方とか仕事に対してのイメージなのかもしれない。だって働き方が65歳とかで終わるわけじゃないですか、うん、だからそっからは好きなことしてよ、多少お金あげるからさっていうところじゃないですか。でも世の中だんだんそういう方向ではなくなってきちゃってる、うんうん、だとしたら考え方と働き方と何かのものの追い方とかそういったことをやっぱり変えていかなきゃいけないですよね、うん、目先のことも変えていかなきゃいけないってことですよね、うん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 、そうですね、
そう、人生何が起こるかわからないですからね。だからなんか学生さんにそういう話をして、うん、本当にゆっくりすることが本当に、うん、本当にそう思えるの、うん、っていうのを問いかけるってなかなかあんまりないからいいですよね、うんうん、今の社会でこう揉まれる時ってすっごくほらもうなんかギクシャクしてたりとかこう、うん、アクセクしてたりとかするからのんびりしたいというのはわからないではないでしょうね、うんうんうん、でもあのずっとゆっくりするわけにもね、うん、してても結局あとまた考えたりとかしてて、うん、ゆっくりするだけではないと思いますけどね、うんうんうん、そうちょっとね忘れてしまったんですけど、うん、あの小杖田さんっていうおばあちゃんがいて、小杖田さん、うん、確かね小杖田だったと思うんですよね。どんな字書くんですか、うん、いや海外の人で、はい、もう何歳か忘れちゃったんですけどおばあちゃんで、はい、で映画を撮るのに何々語っていう特殊な言葉を使える女優さんを募集をしてて、うん、でそのおばあちゃんはその言葉を使えるから、うんうん応募したんですよ、うん、そしたら女優デビューが決まって、で確かねアカデミーなんか女優なんとか賞取ったみたいな感じの人がいる。何歳だった結構ないい後期高齢者だった気がします。なんかねそんな話があったなーなんて今聞きながら思い出してて、だから人生どこでどうなるかわからなくって、まあね、やっぱりそこにはアンテナだったりとか自分自身であ興味あるなと思ったら、うん、もう私いい年だからじゃなくてちょっとやってみようかなっていうフットワークの軽さ、うん、心の軽さっていうのは大切なのかもしれないです、ね。まあ、いろいろなんか何でもなんかチャレンジしてみるとか、うん、とりあえずやってみるっていうことを、うん、なかなかでも一歩踏み出せないけどね、うん、まあね、まあね、どうしようって考えて、ね、いろんなこと考えるけどね、うん、現実を考えずに突き進む人もそれはそれですごいと思うけれども、うん、やっぱりあの現実考えるじゃないですか普通は、うん、どうしようと思ってあの夢に向かって進むのはいいけどさてそこに対してどうやってやっていこうかなとかって考えると実現可能かなとか考えたりとかしません、うん、まあもちろんね、うん、やっぱり生活もあるからね、うんうん、あの突き進む人もいますけどね、うんまあ、後先考えずにだってやらなかったらもう実現は不可能なんだから、うんうん、やってみないとやってみれば実現不可能と実現可能が生まれるけど、うん、やんなかったら実現不可能しかないわけでしょ、まあまあうんうん、でもなんか、うん、あの突き進む勇気が持てるかどうかの問題で、うんうんうん、それは一番大きいと思います。そこがなかなかその勇気が持てないから、うんうん、こうやっぱみんなこう戻るんだよね、うんこううん、悩むしどうなのかななんて思いながら、うん、だから突き進めたらいいなって思いますよね、うんうん、そうですね、うん、突き進めたらいいですよね。そうですね、うん、椎野さんはどんな夢を叶えるんですかこれから先。昨日それをちらっと言われた時に、うん、あーって思いました。ちなみに昨日はリハーサルをしてた、はい、そうです。はーって思ったんですか。思いました。意外と考えてないもんですね。考えたね、うんうん、で考えようって思って終了です。いいですね、はい、最初の一歩じゃない、うんはい、きっかけ作り、うんうん、そうですね。ちなみに小賀さんはこれからは、これからですか、うんうん、そうですね、もちろん今の会社をもっともっといい会社にしていこうとは思っていますが、うんまあ、老後に関しては三田さんと愉快な仲間たちとしてあの自分たちも筋トレできるようなバーが併設されているデイサービスをやりたいですね。なるほど。まあでも筋トレバーって筋トレと、うんまあ、ウイスキーのプロテイン割りみたいなね、うんうん、粉っぽさまあでも発想の問題ですからね、うん、そうですね、やっぱりちょっと筋肉は大切なわけで、うん、で、まあ、現状維持とかじゃなくてマッチョな高齢者を増やしていきたいかなっていうのもあるかなと思いますね。介護度が下がってくるわけね。そう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 養子になりましたとかっていう、まあ、そういう本当に介護保険使わないようなね、うん、フィットネスなデーというか、まあ、筋トレしながらそこが集まる場所にもなり、うんうん、そこでドローンのレースとかもできたら楽しいですね。皆さんそうです ね、いやただやっぱり筋トレっていうのは、うん、やっぱりこう早いうちにやるべきだと思うんですよね、うんうん、で
これから今やんないともうダメだっていうんじゃなくて、もっとこう元気なうちからやるようなこうシステムとか習慣とか、っていうのがもっともっと早くできたらよくない？いいですよね。条件反射になるような感じのねシステム作りがあったらいいですよね。条件反射そのままもうそういう風にやらなきゃいけないみたいな感じになる、ね、だから見たプレゼンツですっごい重たい箸とかそれすごい筋トレ、昔のカンフー映画みたいな、ジャッキーチェーンが出てきそうなんで、味噌汁の蓋を開けるのにこうこれが重かったりしてなかなか、それは危ないかもねこれご飯の蓋を開けようとするんだけどなかなかこご飯の茶碗の蓋はさ、ほとんどさ旅行行かなきゃないでしょ。ないか、家でやる、ならないですね。やらないよね。お茶碗じゃダメなんですか、ね、茶碗も茶碗でもいいか茶碗でもいいですね。茶碗30キロぐらいの茶碗何30キロ茶碗の持ち上がんないし純金かなんか純金そっちにお金かかるなって筋トレできる感じのがいいかも。お金かけて純金だから筋トレだけに筋トレだけに筋トレだけにうまいじゃん。うまい。今気がついた。金魚だけ金魚だけ。ああ、そっちに緑だね。うん。緑の金魚ってすごいね。すごいね。でも金魚だったら金を作ろうとかにはなんなかったんですかね。あんま金魚でも金色の金魚っているんじゃないですかね。うん。濃いみたいな。金色の金魚はいるか。金色。で金ですよ。金色。金います。金っぽいのいますよね。うん。黄色じゃなくて。金みたいなの。いや、俺も一応金魚って言うんだから。金の金魚いいんでしょと思って 金魚って調べたら、うんうん、やっぱり金色のやつもいやもしかしたら違うかもしれないですけど、なんであんなに赤がメジャーなんですかね、なんですかね、うん、魚の種類とかじゃないの、そうなんだ、わからないですけどなんか全てがあやふやな回答で最後を迎えようとしていて非常にモヤモヤとしておりますが、モヤとか満載ですね。まあ、でも三田さんが間に合ってよかったです本当にもうね、ドキドキしてました、仕事大変焦りました本当に後回しと言ったツボはツボがやる時間がなくなったので、まあ、また今度来月、そうです、来月はですね、椎野先生が担当してくださる、はい、はい、本編でございますね、はい、何でしたっけ、はい、はい、介護ラジオを何年でしたっけ、何年でしたっけ、3年ぐらいですか、はい、になるっていうことなんですが、はい、なかなか介護の対象の方とかに、当事者の方にお越しいただくってことが今まで難しかったと思うんですね、そうですね、で今回は介護っていう感じではないんですけれども、福祉という広い捉え方で、実際に視覚障害をお持ちの方を、来ていただいて、お話をいろいろ伺えたらなと思います。いいことですよね。はい、ちょっとなかなかね、そういう障害のある方、私たちも会ってはいるんでしょうけども、なかなかこうお話、できるのかっていうと、そういう感じでもなかったりだとか、また状況がちょっと違うと、いろいろやっぱり話も違うのかなと思いますね。そうですね、楽しみですね、はい、楽しみに、じゃあ今日やれなかった介護のツボは来月、来月ですね、三田さんにやっていただいてはい、わかりました、はい、テーマは何にするんでしょう、テーマ、テーマユマニチュード、ユマニチュード聞きますね、聞いたことあります、揺れてるよね、マグニチュードいくつってもう分かったからもう、ね、それ誰も言ってくれ、コメントが来てますね、はい、三田さん熟女好きって書いてあるほら来たコメントがそれ、三田さん熟女好きだから そういう風になっちゃうなっちゃう、ね、熟女好き仲間からでしょ、だってこれ、熟女って仲間から熟女じゃなくても何女でも女性は、女性は幅広く好きですよ、女性のどんなところが好きなんですか、やっぱりね、優しいところ、優しいところ、優しい、平さんも優しい、三田さんも優しい、いやいや、とんでもないです、奥様優しいの、え、奥様は優しい、嫁の話、いや優しいですよ、優しそうですよね、あ、そうです、いやいや優しいですよ、そのツボについてももっと深めたい、そこはちょっと公共の電波ではちょっとね、なんか軽落飛行な感じです、いやいや本当ちょっと弱ってきますから、そういうのは本当に。元気が出るツボでしょ、いやいや、そうそうそう、三田のツボ、なんて言っていいのか分かんなくなっちゃうんですね、そっちに、そういうはにかんでる感じの三田さんも可愛いですね、いやいや、なんすかね、イチャイチャしてる、またね、イチャイチャ、あこがさんとね、はいはい、いや
というわけで見たのという今日はちょっと真面目な感じで、はいはい、2025年問題を掘り下げていきましたが、本当に大変な時代がやってくるわけです、はい、ね。なのでそれに向けてどうやって、うん、施策とかね、うん、だからやっぱり自分たち の、うん、あの今までの考え方っていうのを少し見方やっぱり変えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います、ね。データ並べると分かりやすかったですね。あ、うん、確かに、うん、なんだかんだ言っても私たちも年を取るわけです ね、 そうね。2042年には平さん高齢者なんですね。高齢者ですね。高齢者って読むのかっていう問題頑張りましょう。はい、ありがとうございました。